落ちてない。犬の子が落ち着かない、はい、よいしょ、あ、トヨタ。ソラアニマルシェルターと言います。とできたきっかけはと東日本大震災とあと原発事故で、あの人がこう避難して、そしたら動物も一緒に避難するところがなかったので、その動物をあのこちらで預かりするっていうことからちょっと始まった団体ですね。でなぜこう避難もこんなに長くなると思ってなかったので、もともと数ヶ月とかもしかしたら数日とかかなって思ってたので、それが数ヶ月になって数年になってみたいな。でなんとか皆さんにこう応援してもらいながらずっと続けてますね。あの最初なぜあの物資が全て人間の物資も何もかもなくなってしまったじゃないですか、はいはいはい、なので動物の物資が本当になくなってしまったんですね、はい、なのであの風土がない犬たちが多くて、飼い主もいないし、はい、風土もないし、だからこうつながりっぱなしで餓死してる子もたくさんいたし、はい、なのでなんと東京から風土を運んできたりとか、はい、そのトラック借りて、はい、そういうことをやったりして、そうです、はい、ありがとうございます。お散歩って一日どのくらいやってるんですか？散歩は一日一回で、大体1分30分、その人の人とかによるんですけど、大体は30分、長くても1時間半は行ってますね、はい、ありがとうございます、はい、このお仕事をされていて、一番こうやりがいを感じる瞬間っていうのはどういう時ですか？そうです、やっぱりこの施設も飼い主さん分からないワンちゃん、飼い主さん分かるワンちゃんいると思うんですけど、飼い主さんのいるワンちゃんはやっぱり元の家に帰ることで、飼い主さん分からないワンちゃんもこう新しい里屋さん見つけてこの家で過ごしてもらう、里屋さん見せることがやっぱり一番やりがいを感じることです、ね、なんかやりがいを自分で一番感じる瞬間っていうのは、そうですね、なんかこう、まあ犬が楽しそうだったらいいかなっては、ワンちゃんが楽しそうだった、そうですね、なんかたくさんのワンちゃんと猫ちゃんをあの震災後からですね、あの見てられて本当にあのご苦労の面も多かったと思うんですが、一番なんか大変だったこととかありますか？震災から6年か半年も過ぎて、やっぱワンちゃんも高齢化が進んできて、これから先介護が必要な子多分たくさん出てくると思うんですね。そういう子のケアとか、となる子がいるってことがちょっと悲しいで大変だと思います。そうですね、本当にあのここでほぼ7年ぐらいやってるので、みんな年取ってる子がどん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 こう死んじゃうんですね、それがやっぱり結構、すごいきついなって思いますね。まだ絶対今年もこれからも死んじゃうだろうし、多分あと1年2年は長生きしないなっていう子もたくさんもう分かるので、それがなんか分かってながらなんかこういるっていうのは、だからってなんか 100% のことがしてやれるわけじゃないし、それがちょっとあの何でも必要なんですけど、あの一回やっぱり来てみて、あのボランティアでもこう一緒に活動してみて、そしてそうするとこのシェルターに何が必要だって自分でも一番分かると思うんですね。でなんかこっちで何かこうお金が必要とか何々が必要って言ってもよりは、自分で見てもらっての方が本当は一番いいなっては思います。なんかこうちょっと見ただけだと
まりわからないので、それが一番納得して応援してもらえることなので、一回こう足を運んでいただけたらなって思う。楽しいので待ってます。かわいい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。東京ボードレス TV。